流しサッカーチャンネル。愛さん、今日はどんなお話ですか？今日は清水エスパルスについて解説するわ。清水エスパルスですか？ J リーグ初年度からいるクラブですよね。清水エスパルスにもやらかしがあるんですか？一度クラブが消滅しかけたことがあるのよ。ええ、そうなんですね。今日は清水エスパルスについてクラブの成り立ちから解説するわね。よろしくお願いします。やらかしサッカーチャンネル。清水エスパルスは1993年の J リーグ開幕を戦った10クラブ、通称オリジナル10の1クラブで、オリジナル10の中では唯一母体となるクラブが企業クラブではないクラブだったの。ホームタウンは静岡県静岡市。2003年に市区町村の合併する前は静岡県清水市だったわ。チーム名の S はサッカー、清水、静岡の頭文字で、パルスは英語で心臓の鼓動を意味するの。クラブマスコットはパルちゃんと、パルちゃんの恋人のピカルちゃん、そしてパルちゃんの妹的な存在にあたるコパルちゃん。清水区の商業施設エスパルスドリームプラザに登場するパルちゃん、通称ドリパルちゃんもいます。パルちゃんはサッカーに要求される速さ、強さ、賢さを持ち、現代的で品格がある可愛く元気の良いキャラクターで、 J リーグのマスコットの中で屈指のパフォーマーとエスパルス公式サイトでは紹介されているわ。ホームスタジアムは静岡市清水日本体ラウンド公園球技場。今はネーミングライツで IAI スタジアム日本平になっているわ。スタジアムから富士山が見えるんですね。練習場はエスパルス美穂のグラウンド。実は IAI スタジアム日本平は2013年から発行している J リーグクラブライセンス制度のスタジアムに関する規定を満たしていないの。2014年7月にエスパルスはライセンス規格に沿った新スタジアムの建設を静岡市に対し要望書を提出したの。紆余曲折あって2022年3月エネオスの清水製油所跡地に収容人員2万5000人超のサッカースタジアムを建設する構想が明らかになったわ。総事業費は200億円で、静岡市や静岡県、地元企業などが共同で拠出する見通しで、実現すれば2026年頃の完成を想定しているの。JR 清水駅から徒歩10分程度の近さも魅力なの。新スタジアムの建設までに相当な時間がかかったんですね。そもそもどういった経緯で清水エスパルスは誕生したんですか？1956年、清水市立江尻小学校に新人教師として赴任した堀田哲司によって、児童へのサッカー指導が始まり、清水市内に少年サッカーが普及したの。1967年には清水市で全国初の小学生リーグが結成。国内初となる指導者育成の学校、コーチングスクールが誕生するなど、サッカー育成の制度が確立されていたわ。選抜チームのオール清水を結成して、JFA 全日本 U12 サッカー選手権大会にて優勝8回を数え、高校選手権では清水東、清水商業、東海第一などの市内の学校が、1980年から1988年の間に、7度の決勝進出、優勝4回を重ねるなど、清水は多数のサッカー選手を輩出している地域になったの。堀田哲司は清水サッカーの生みの親とも言われているわ。この時点では J リーグに参加できるようなクラブはなかったんですよね。 J リーグができる際に静岡県ではヤマハが日本サッカーリーグ一部の競合で J リーグの参加意思を表明していたわ。そこに清水で J クラブを作りたいという運動が起こったの。1990年6月5日、清水エスパルスの誕生母体である清水市民クラブが、当時静岡県社会人サッカーリーグ2部に所属していた清水 FC をチームの母体として J リーグ参加意思の確認書をリーグへ提出したの。 J リーグの検討委員会は初年度の参加クラブを決める際に、ヤマハと清水が一つになって新しいクラブを作ったらどうかと働きかけたけど、両クラブともに単独で参加を希望したの。 J リーグはプロサッカーチームを大きく育てるホームタウンがあるとしたら清水以上の候補地はないと清水 FC を評価して、戦力面での問題があったものの、 J リーグの理念である従来の企業スポーツからの脱却、地域に根ざしたクラブ組織づくりを体現できる清水 FC を初年度の参加チームとして抜擢したの。日本サッカーリーグのクラブでなく静岡県社会人サッカーリーグのクラブなのに J リーグに加盟できたんですね。1991年に静岡県で行われた高校総体サッカー競技のメイン会場として日本大ラウンド公園球技場が完成したのも J リーグ加盟の後押しになったわ。なるほど、 J リーグはスタジアムも重要視していましたからね。
1991年5月1日にテレビ静岡を発起人に、静岡銀行、静岡鉄道、鈴代、清水銀行、羽衣フーズなど地元企業や、テレビ静岡の系列局であるフジテレビ、関西テレビなど、一般法人株主153社と市民持ち株会の出資によって、運営法人である株式会社 S ラップコミュニケーションズを設立したの。2000人余りからなる市民持ち株会も市民クラブの象徴とされたわ。こうして親会社を持たない市民プロサッカークラブの第1号が誕生したわ。 J リーグが始まった当初、清水エスパルスの胸スポンサーがZALだったから日本航空のクラブかと思ってました。日本航空はスポンサーだね。運営会社との資本関係はないわ。ただ当初は胸スポンサーを売り出していたわけではなくて、当時のエスパルスの営業担当は売りもしないのに勝手に日本航空が買いに来たと面食らったらしいわ。こうして清水エスパルスは日本航空とのスポンサー契約を結んだわ。日本航空、手が早いですね。日本航空としては初年度参加チーム横浜フリューゲルスの親会社である全日空の J リーグにおけるイメージ独占を阻止する狙いがあったみたいね。日本航空の機内ではエスパルスの雄姿がビデオに映し出され、機内紙には毎号選手紹介の特集ページが組まれたわ。空港には頑張れエスパルスのポスターが貼られ、各都市の繁華街にある JAL プラザではエスパルスグッズが販売されるようになったわ。エスパルスと日本航空はお互いにウィンウィンの関係だったんですね。2010年に JAL が会社構成法を申請し、スポンサーを継続することが困難となったけど、チーム創設以来継続してスポンサーとなってくれたことに敬意を表し、会社構成法適用以降はエスパルスが JAL に対し無償で広告スペースを提供しているわ。エスパルスもいいとこありますね。 J リーグに加盟することになったエスパルスだけど、清水 FC を母体とはしたけど、とても J リーグで戦えるような戦力ではなかったわ。静岡県社会人サッカーリーグに所属していたチームですもんね。クラブの創設時には全国の有力チームに所属していた清水出身の選手が U ターンして加入したわ。また地元の高校出身の新人選手が入団したの。 J リーグが開幕した1993年はセカンドステージで14勝4敗で2位となり、 J リーグ山崎ナビスコカップの準優勝、天皇杯のベスト4進出と好成績を収めたわ。なかなか強かったんですね。1996年の J リーグ山崎ナビスコカップにて PK 戦の末に優勝、エスパルスが悲願の初タイトルを獲得したの。またこの年に開催されたアトランタオリンピックではエスパルスから伊藤輝義、白井博之、松原義佳がメンバー入りしたわ。伊藤輝義はブラジル戦で決勝のゴールを決めたのよ。マイアミの奇跡ってやつですね。順調に力をつけていったエスパルスだけど、1997年にクラブが消滅しかける大事件が発生したわ。何が起こったんですか？1997年に運営会社である S ラップコミュニケーションズが20億円を超える負債を抱え、それまで実質的な運営主体企業であったテレビ静岡が運営からの撤退を表明したの。しかも新しい運営企業の獲得は一向に進まなかったためにエスパルスは解散の危機に立たされたわ。S ラップコミュニケーションズは以前から放漫経営との評価をされていたわ。その問題点は初めに経費ありきという経営姿勢と、観客動員数見込みの水増しなどに見られる経営見通しの甘さ。親会社を持たないために開幕当時の選手獲得や施設整備などの過大な初期投資を埋めることができなかった運営に問題があったわ。具体的にはどんなところに投資していたんですか？地元出身の選手を他チームから呼び寄せるために高額の年俸を支払ったり、チーム強化のために一流の外国人選手や外国人監督を招聘したの。元イタリア代表のダニエレ・マッサーロの獲得がいい例ね。エスパルスは開幕当時からリーグ戦の優勝を争うような成績を上げたんだけど、チームは最も多い時で42人の選手を抱え、しかも外国人選手を頻繁に入れ替えたわ。それはまず使うだけ経費を支出し、後で赤字分を補填するという経営姿勢だったから可能だったの。そんなことしてたらいつか破綻しますね。実際に破綻したけどね。観客動員が減少に転じた1995年以降は、経営状況に見合わない新戦力獲得の支出や選手の人件費が年間数億円規模の赤字となって現れたわ。1試合の平均観客動員数は96年には1万3000人に、97年には1万人に落ち込んだの。それにもかかわらず、収入を左右する入場者数見込みを
実態以上に多く見込んだために急速に経営状況は悪化したの。1997年にはチームや運営会社の人員整理を行ったわ。その結果、所属選手は J リーグで最も少ない数となり、選手の年俸総額も6億円を下回るまでに抑えられたわ。でもそれでも経営状況は好転しなかったの。同年夏には選手や社員に対する給料の未払いにまで事態は悪化したわ。その後はどうなったんですか？清水市民は様々な形でチーム再建への運動を模索したわ。サポーターたちの自発的な運動はマスコミによって全国に伝えられ、エスパルスの存続を願う声が強まったの。清水サポーターや市民ばかりでなく、他チームのサポーターも各地で署名活動を行ったわ。これらの活動は31万人以上の署名と1500万円の募金という形となったの。選手たちはどうしたんですか？選手たちもチームが消滅するかもしれない状況でもほとんどの選手が残留したわ。選手たちに残留を決意させた要因として、当時チームを指揮していたアルゼンチン出身のオズワルド・アルギレス監督とイングランド出身のスティーブ・ペリマンコーチが12月初旬の段階で翌年の契約を更新しチームへの残留を決めていたことが挙げられるわ。選手たちが不安に陥っていたその時に、監督がいち早く翌年の契約を結んだことで選手たちの不安が解消されたの。また清水市民による存続運動も選手たちが残留する要因になったの。選手たちは翌年の年俸が引き下げられることを承知した上で契約を更新したのよ。清水エスパルスの第1号契約選手であった大江の北摘はチームが残るなら給料はいらないとコメント。ミッドフィルダーの沢登正明は30万人以上の署名があり、それだけチームを支えようと思ってくれているサポーターがいたら我々選手は裏切れないですよ。それはみんな思っていたと思いますとインタビューに答えているわ。選手たちのチームとサポーターへの愛を感じますね。そして清水に本社を置く総合商社のすすよが市民の熱意に押される形でエスパルスの運営支援に乗り出すこととなったわ。すすよは地元の有力企業に呼びかけ、共同出資による運営新会社の設立を模索したの。1998年1月7日にすすよを筆頭株主に、静岡鉄道、静岡ガス、静岡新聞社、小糸製作所など地元企業数社の出資により、当時月刊誌静岡ボールを発行していたすすよの子会社で出版業を手掛けていたサッカーコミュニケーションズ株式会社を株式会社エスパルスへ称号を変更し、株式会社エスパルスを受け皿会社としてエスラップコミュニケーションズより営業権を譲り受けたの。これをもってエスラップコミュニケーションズは清算されたわ。なんとか消滅の危機を脱することができたんですね。新運営会社は発足したものの、依然として経営状況は厳しかったの。社長に就任した安本文彦は赤字を出さないために厳しい経営姿勢を打ち出したわ。経営安定のために支出を抑え、コスト意識を徹底すること、営業活動を積極的に行うことを社員に徹底させたわ。経営のスリム化のため社員の整理も行われ、社員数は前会社と比べて半分以下となったの。新会社発足後から必死の営業活動が行われたわ。スポンサーを増やすために日本平球技場の広告看板のスペースを大幅に増やしたり、シーズンシートの販売増加に努めたわ。支出も抑えるために人件費の削減や全般的な経費節減を徹底したの。そういった努力もあり、1998年度の最終的な経常損益は2200万円となり、一時は年間5億円以上もの赤字を生み出していた経営状態から大きく改善されたわ。チームの成績はどうなったんですか？1998年の天皇杯は決勝進出を決めたわ。1999年の元旦に行われた天皇杯決勝では横浜フリューゲルスに敗れ準優勝だったけど、横浜マリノスとの合併が決まっていた横浜フリューゲルスのラストマッチの相手だったわ。横浜フリューゲルスの合併の話はこちらの動画を見てくださいね。その後は1999年の J リーグセカンドステージで優勝したわ。経営危機からわずか2年で優勝したんですね。チャンピオンシップではジュビロ磐田に敗れて年間順位は2位になっちゃったけどね。それでもこの優勝はホームタウン全体に支えられて勝ち取ったものとして、サッカー界全体に希望をもたらしたわ。その後は2016年に一度だけ J2 に降格したけど、1年で J1 に復帰しているわ。また強い清水エスパルスが見てみたいですね。それではこの辺で。このチャンネルでは日本サッカーの生い立ちなどを解説しています。面白かった、参考になった動画あれば高評価、チャンネル登録をお願いします。
ご視聴ありがとうございました。